はい四季外議の道端俊彦ですえ、本日は子育て世代の方への臨時特別給付金についてお伝えしたいと思いますこの制度についてはいろいろアナウンスされてますけど少しちょっと分かりにくいんで細かくご説明させていただきますので最後までどうぞご視聴くださいまずこれは国が新型コロナウイルスの感染症の影響を受けている子育て世代の方に対しての 支援でございます。一つとしてですね、えー、まず児童手当、これ制限があります。児童手当でこれ所得制限の限度額超過による特別給付を除くという言葉があります。ここの方は対象外になりますので、えー、お間違いないようにお願いします。これはどういうことかというと。 まあの川内長野市のホームページとかにも載ってますけど所得によって児童手当が決まっていますその限度額を超えている方は毎月、えー、川内長野市の方は5000円が振り込まれていると思います1人当たりねその方はこの1万円の対象外になるという意味ですそしてもう一つこれは令和2年今年の3月31日の子どもたちが対象になりますいわゆるこれ簡単に言うと 3月31日に中学3年卒業した今も年齢的には高校生になっている、えー、児童の方はお持ちの方は対象になります。だそこだけも間違いなくそれと特別な例えば特別定額給付金今回一律10万円の出ますけど、えー、そういうふうに何か申請をしないといけないんじゃないかと思われている方がいらっしゃるかもしれません。今回はは申請いりませんので ぜひそこを間違えないようにしたいほしいなと思います。今回川内長野市の対象になる児童数ですけど、1万飛び478人を想定しております。これ金額でいくと1億1200万。これは10分の19人からの補助という形になります。えー、何かこう子育て世代でね、例えばその園児とか、えー、預けるのにすごく苦労してたりとか、まあ学校の制度がねいろいろ変わったりとか。 休校になったりすることによって学童の方の負担とかあったりとかすることも多いと思うんですけどまあ何かね詳しくは市のホームページそれから広報の方でご案内させていただきますので詳しくはそちらの方でご確認お願いします。対象児童,1人,に対象児童1人につき1万円そして 中学3年生であった時が3月31日までの児童が対象です。そして、特別な申請は要りませんということです。非常に新型コロナウイルスで影響が受けている方は、たくさんいらっしゃると思いますけどもう一息だと思います。頑張っていきましょう